はい、こんにちは、永田薫です。今年に入って4つ目ですかね。ちょっと箱汚いですけど、イヤホンを見せしていきたいと思います。 Xiaomi の AirDots です。提供してもらってます。 Xiaomi からじゃなくって、あの通販サイトからなんで、こんな感じになってますけど綺麗そうじゃん。こうなんかデザイン的に良さそうだなっていう風に思って、はい、ちょっとこうレビューしようかなと思ったところですね。まあ割と新しめではあるんですけど、最新ではないけど新しめではあります。はい、タッチ式で、で Bluetooth も 5.0 でみたいな感じで、もうこの通り真っ白なのが、まあこういう風になってて綺麗になってても、実際こう見てみないと分かんないところもあるんですけど、まあちょっとね、それをまあ俺自身も見たかったっていうところもありますし、最近はね、その Xiaomi の端末もそうです、スマートフォンもそうですけど、いろいろとね日本でも関心高まってるところもありますから、まあちょっとねお見せできればなというところです。じゃあ早速開けていきたいと思いますが、そうなんだよね、箱がね汚いんだよね。多分ね、商品を渡してきたっていうよりもサンプルとしてのものをこう送ってきたんじゃねえかなっていうふうに俺は思ってます。うん、よいしょ、よし、おお、あ、綺麗じゃない、綺麗じゃない、これは、これ結構綺麗じゃない。もう、あ、俺開ける方反対だったかもしれない。なかなかじゃないですか。あ、これはあの替えのイヤーパッドですね。トリセツは中国語オンリーですね。まあまあまあそうでしょう。だってもう本来はもうね、そんな日本なんて売られるもん。お、これは USB ケーブル。あー、マイクロ USB ですね。はい、うどん型、はい、まあ、こんな感じですよ。で、これが充電ケース。おお、綺麗じゃない、綺麗じゃない。これなんか貼ってあんのか、ちょっとカメラ越しだとちょっと見づらいんですけど、うーしょ、よいしょ、ペットッと。もうちょっと白だから飛んじゃう感じ。ほら、ここわかります？シャオミのマークがありますよ。あ、で、こういう感じですね。あ、で、マグネットで。あ、もうコンパクトだもん。あ、これいいじゃん。はい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 。ものとしては素晴らしいですね。もちろん技的は通ってないですけど。こんな感じですね。300mAh 入ってます。はい。いやー、綺麗じゃないですか。綺麗。ちょっともうサラサラ系ですね。うん。でね、下のこっちの方がちょっとこう、グリップ感のある感じになってますけど。あー、綺麗じゃない。あー。で、イヤホンね、こいつらですよ。おい、来ました。綺麗だね。はいはい、綺麗ですよ。これもね、例のごとく貼ってありますから。あ、これは良かった。うん、箱汚いけど、おそらく普通にあの頼むと箱は綺麗なものが届くと思いますけど、綺麗じゃないですか。なんだろう、この表にちょっと半透明な感じになってるの。カバーみたいなのがついてる感じに見えるな。もうなんかシリコンカバーみたいになってる。これがそうなんだよ。外れるわけでもないからこうなんですよ。綺麗じゃない。こうなってて。なるほどね。こっち、こうか。あ、充電されると赤いのがつく。ほら。おお、これ物としてすごく綺麗じゃないですか。これいいね。
へえ。ここだけだね。タイプ C になっていればっていう感じはしますけどね。あとそろそろこういうものもほら、AirPods のあれも件もありますけども、無線充電になってくれると嬉しいかなっていうふうに思いますね。あ、そっか、これもそうだ。よく見ると、ちゃんと見ると。この蓋部分も、これと同じ、ほら、半透明の感じの、ほら、カバーがかかってる感じに見えるじゃないですか。ここから上、そうね、綺麗だね。デザイン的にだいぶいけてると思いますけど、これは、なかなかよろしいかと思います。いい感じですね。音漏れ？多少するかなっていうところありますね。どうしてもここまでコンパクトになってくると音漏れっていうのは多少したりするんですけど、なかなかあのね、フラットな音っていう感じがします。低音がものすごい強いわけでもないし、逆に高音が弱すぎるわけでもないし、まあ中音ですね。中音がまあ普通にはっきりと聞こえるっていう、割とフラットな感じに聞こえるところですね。で、いつも設定している音量で、他のワイヤレスイヤホンとかで設定している音量でよりも大きくなってるっていう感じがします。元々のこの出力がなんか大きい感じがしますね。つけ心地に関してはもうすごくノーマルな感じがする。俺割と耳がちっちゃいんですよ。だけどそれでも普通にはまるし、逆に大きい人だったら、まああれですね、さっきのその替えのイヤーパッドね、サイズ変えてカチッとはめるっていう感じだと思います。特にこれでこう違和感があるっていう感じはしないですね。遮音性もまあまあある感じはします。割と普通に、もうすごく本当にノーマルな感じがしますね。で、ここをねタッチするので操作できるっていうところと、まあ普通にスマホとフォンとつなげるのも難なくこなせたっていう感じがしますね。動画も今ね聞いてみたんですよ。特にその声が遅延するっていう感じじゃなかったです。もちろんその全てのその動画アプリ、動画視聴アプリで試したわけじゃないんで、一概には言えないですけど、現状でまあ音声が遅れてるなっていう感じのことはなかったっていう印象ですね。もしかしたら他のものとかね、あとは電波状況とかにもよったりはするかもしれないですけどね、そのストリーミングのね。だからもともとそのファイルがスマートフォンにある状態のものを聞いたら、まあ、そんなに別に遅延は気にならないと思いますし、逆にそのストリーミングで、あんまりその電波がないところで見てた時にはなんか遅れる感じが出るかもしれない。それはちょっと分かんないですね。あと音が途切れるっていうのも現状ね、今屋内でしか試してないんで別にっていう感じです。スマートフォンをその自分のポケットとかそういうところに入れて途切れるかっていうと途切れてない、ただこれがその人が多いところに行ったりすると常にこうやってちょっと持ってないと途切れたりするみたいなことは往々にしてあるんですよ、この無線イヤホンに関しては。だからそこの辺がね、どれぐらいのそのなんだろう、ブツブツ感というかその途切れ感になってるかっていうのはちょっと試してみないと分かんないですね。割とつけ心地に関してはそんな感じだし、その音っていうのもフラットな感じで割といい感じではあります。あとはもうデザインが普通に俺はすごく気に入ってます。これいいよねこれいいなって思った。単純にこれはいいわ。このここもね、だいたいね青 LED が多いんですよ、なんか中国系のイヤホンメーカーのやつって。だけどここが赤いってのも俺は好きですね。白と赤っていうところも、青じゃなくて赤って結構好き。ただこれを、充電プチュって刺すじゃないですか。そうするとどこにもねインジケーターないんですよ。
そこはちょっと不便かなっていうふうには思ったところでありますけど、まあここしかないんですよね。だからここしかない現状でっていう感じです。なかなかいいよな。ちょっと白飛びしちゃいますけど、これデザイン的に素晴らしいと思います。でこの薄さなんでポケットに入れてても大丈夫。俺なんかバッグ持ち歩かないタイプの人だから、ほとんどなんかそのね、普通に仕事関係とかでだったら別だけど、普通これぐらいいいですよあのパンツのポケットにそのまま入れてても全然大丈夫。これはね、久しぶりにいい感じのワイヤレスイヤホンだなって思う。あの間違いなく今のところその全体的なそのこのデザインとかも含めて俺の中では1位です。でそこそこちょっと値段はするんですよ。ちょこっとね、いつもお見せしているものの中では値段はちょっとするんです。だけど俺の中でこのデザイン、俺の好みなの、要は言ったら俺の好みなんですよ。この感じがすごく好みなの。だからそこですごく勝っちゃってる部分はありますけど、うん、であとね、音声が中での 音声ガイダンス、そのつながりましたよとかそういうやつが中国語なのかちょっと嫌です。英語にしてほしかったそれぐらいですかね。うん、ネガティブなところはそのここにインジケーターがないのとね、要はこいつ自体を充電している時にどうなってるのか分かんないっていうのと、あとはそのつながりましたよとかっていう時の音声アナウンスが、中国語だっていうところです。まあ基本的にはね、そのつながりましたよとかそういうのも英語のものがほとんど多いんですよ。でまあ言われたとしても一言ぐらいなんで、気になんない人は本当に別にどうでもいいと思う、そんなの。だけど多分気になる人は気になるんだよ、英語の方がいいなとか、何言ってるのか分かんないし中国語だと、うん、そもそもで、もともとあとはね、そもそも、うん、まあまあでもそれだったら別にそもそもこの中国メーカーの買わなきゃいいわけなんだけど、そうなんですよ、うん、そこら辺かな。まあ、どんなことを言ってるのかっていうのは大体このワイヤレスイヤホンを使ってる人だったら分かると思います。うん、あとはその取説が中国語なんだけど、一応イラストも書いてあるから、まあ、何がどうなのかっていう、 あとまあ漢字でね、なんとなくこう声操作はこうやるんだろうなっていうのは分かると思いますけど、これねいいよこのデザインが素晴らしいと思いました。これはいいです。うん、これも誰にでも使えるじゃん、この開けてポンポコッとはめてっていうのとかね。これはいいですね。これはいいわ。ちょっと久しぶりにね、あ、これヒットじゃんって、サウンドピースのやつも安くていいっていうのもあるんですけど、これ俺の中で、ね、デザインがドンピシャでした。これいいっす。うん、パッケージがちょっと汚かったけど、このね、このね、こう逆この絵を、絵の通り、うん、この絵で基本的にもう選んじゃったんです。そのどんなイヤホンかなっていうところで、見てくれのいいものを求めてたんですよ。こいつはいいなというふうに思いました。ということで今回シャオミの、AirDotsお見せしました。また見てな、バイバイ。